こんにちは、速稼塾の久保です。今ですね、コロナウイルス、新型のコロナウイルスが中国の武漢というところを中心に世界中に広まっていますよね。これが連日話題で、中国がまたね、情報を隠蔽してるんではないかとかね、それから内閣府、日本の内閣府はチャーター機を飛ばして希望者を全てね、帰国させるとか、それからまあ特定、なんとかがんとかに指定されたんで、今度はね、強制的といいますかね、治療が無料で受けられる、優先的に受けられるということもありまして、これからね、世界中から、日本の医療機関に向けて治療を望む人が現れるんじゃないかなっていうふうなことを言い出す人もいたりとかね、さまざまなわけですけども、いずれにしてもですね、この新型ウイルスに対してものすごく世間の注目が集まっていて、そして同時にあなた自身もね、新型コロナウイルスどうなってんだろうなとか、本当に怖いなとか、自分はかからないために何をすればいいんだろうかっていうふうに思ってるはずなんですよ。で、思ってるだけでは情報の受け取り手なんですよね。そうではなくて、こういう時だからこそ、今回ね、健康男さんが早速ですね、動画を出してくださいましたけども、どういうふうに対策して、どういうふうに予防すればいいかっていう健康男さんならではの、お答えがありましたよね。ああいうふうな形で、普段 YouTube 発信してる方も、やっぱりね、やるチャンスなんですよ。例えば筋トレの動画を出している方は、筋トレをすることによって新型コロナウイルスを防止できるんではないかなっていう見解をね、出してもいいと思います。で、筋トレをやりながら食生活とかも改善の動画とか出していらっしゃると思いますんで、そういうことに絡めてね、新型コロナウイルスにかからないような食生活はこうなんだよっていうのも一つコンテンツになると思います。その他ですね、ゆとり多い暮らしを送りたいために、いろんなお得情報を発信されている方とかも、こういう時にやっぱりゆとりを持つ暮らしをしようと思ったら健康でないといけないし、いろんなね、この新しい病気の情報を取っておかなければなりませんよねって形で情報発信することもできますしね。その他、西アークラソンだったらどんなね、風邪対策をしてるんですかみたいなことで発信することもできると思うんですよ。これはそれぞれそれをやってくださいよってことではないんですけども、やっぱこういう時に、ある意味ね、乗っかっていかないといけないですし、自分なりの見解をお伝えすることによって、すごくね、いいレスポンスが得れることがあるんですよ。それはですね、例えば私がこういうふうな新型コロナウイルスはこうらしいよってやったら、それは違うよってコメントが書かれたら、なるほど、勉強になるなって形で、やっぱ理解が前に進むわけなんですよ。そういうコミュニケーションとかね、中にはね、自分の、好ましからずコミュニケーションがあるかもしれませんけど、そういうのも込みで、やっぱ SNS 活動、YouTube 活動、発信活動なわけなんですよ。常に自分の求めている答えが得られないかもしれないけども、それは違うよっていうふうなね、向かい風が来るかもしれませんけども、そういうのも込みで覚悟するっていう意味も込めて、やっぱこう、今はね、新型コロナウイルスの情報発信ができればいいなと思いますよね。ということで、私からのお話は以上で、あとは健康男さんのね、本当にためになる情報発信の方、新型コロナウイルスの対策と予防法、こちらの方の動画ね、説明欄につけておきますので、ご覧いただければと思います。やっぱ YouTube されてる方はね、まだ全然遅くないです。まだまだこれから毎日のようにやっても大丈夫です。新型コロナウイルスに対しての情報発信をね、いろんなところからニュースソースを取ったら、自分の動画にして発信して、一人でも多くの方にね、新型コロナウイルスの、一つの考え方、正しい知識っていうのはちょっと難しいんで、何が正しいのか何がデマなのかって、はっきり言って誰にも見分けられませんから、これは、何年か経ったらやっと分かるぐらいなんですよ。だから今の時点でこうじゃないかってことをやっぱ発信していくってこと、勘違いしていただきたくないのは、意図を持ってデマを流すってことはこれダメですよ。自分の空想で話すとか創作物を話すってのはダメなんですけども、多分こうなんじゃないかなっていう風な自分なりの考え方、仮説をお伝えすることっていうのは必ず誰かの役に立ちますんでね、恐れずにやっていただきたいかなと思います。それでは本日は以上です。